って言い方って強い人が多くて、社会人も、ね、忙しい時あるから、そういう時に当たっちゃうと、まあ、ちょっと厳しい対応されることもあると。そうです。でも面接は別にそんな普通でしょ。はい、皆さんこんにちは。株式会社そらジモの萩原です。出版就活チャンネル、今日のゲストは柴くんです。お願いします。はい、株式会社そらジモで、ウェブトゥ編集者をしております柴健介と申します。皆さんよろしくお願いします。はい、柴くんは22卒で出版業界の就活をしてたんで、まあ、皆さんの、まあ、1個か2個先輩ということで、身近な先輩に OB 訪問してる気持ちで聞いていただければと思います。ということで今日はですね、まあ、各出版社の違いみたいな感じで結構聞かれると思うんですけど、集英社、小学館、講談社、角川、アクセンとか、柴くんのも本当独断と偏見でこの会社はこんなカラーがありますみたいなのをお話ししてもらえればなと思うんですけど。そうですね、まず講談社なんですけど、うん、まあ、2つあって、おうおうおう、1つも会社説明会の時に、はいはいはい、変人っていうとあれなんですけど、うん、変人な人多いなって思ってて、それは会社説明会で人事の人じゃなくて編集者の人とか、編集者の人が来て学生向けに話すみたいな会で、そうですね、そこに来た人が結構個性豊かになっちゃった。あ、そうですね、変人っていうのなんかおもろそうだなっていう変人が結構いました。例えばどんな感じなの。例えばで言うと昆虫博士みたいな。あ、なるほどね。人とか、でもこの前ミキさんに、はいはい、出てもらってるんですけど、ミキさんもやっぱりその就活の中で自分がめっちゃ没頭してる内容を語れる人は強いんじゃないかなと思って。あ、だからそういう意味で その属性の人たちだと。確かそうですね。もう一つは、一つはなんかそのちょっと言い方って強い人が多くて、 OB 訪問をした時にこれってこうなんすかってちょっと聞いてみても、うん、まあ、それはやっぱ人によるからみたいな感じで、なんかもっと優しくしてくれないのって思いました、ね。会社全体っていうのは個別の問題だと思うけど、まあ、そういう人もいたっていう感じでね、社会人もね忙しい時あるから、そういう時に当たっちゃうと、まあ、ちょっと厳しい対応されることもあると。そうですいう感じです。面接とか受けたんだっけ。面接は講談社は、一時で落ちました。なるほどね。そういうのも相まって、あらってのかもね。でも面接は別にそんな普通でしょ。まあ、そうです、他の出版社と同じく。じゃあ、小学館とか。いい意味でもう陽キャっぽい人多かった気がします、ね。確かに。僕はコロコロに行きたかったんですよ、小学館だったら。そしたら、僕たちは大人だけど、本気で運行について考えてるみたいな。バカみたいだけど、かっこいいなとは思ってます。僕らもさ、その YouTube アニメ、小学校、高校とやってるけど、やっぱ明るいっすよね。明るい人多いよね、やっぱ。コロコロって編集以外の仕事めちゃくちゃあるから、営業をやったりとか、そういうのもあって、ビジネス戦闘力高い人っていう感じで、よくやってるからね。確かにそういうイメージあるね。主演者とかは？主演者、僕がその直接会った人だと、結構真面目な、印象ありますね。まあ、俺もそうだ。そういうイメージある。多分、このチャンネルに、集英社の人が出てくれることは、結構むずいんじゃないかなと思って。はいはい、っていう社風、俺のイメージ。あ、そうなんですか。小学館の人との、まあ、いいですよ、いいですよ、みたいな感じのイメージだったな。ただ、角川とか？角川は特に別に OB 訪問とかしてなくて、直接面接だけだったんですけど、普通に綺麗な女の人がいた。角川をオチにするようになったら、白線は。白線者は、そうっすね。白線者も、そんなないですね。会社のイメージって特に出版社の場合はあるんだろうけど、でもそれ以上にどの部署に配属するかの変数の方が大きい気がして、なんかあんまり入社の時に考えすぎなくてもいいし、合ってないと思ったら面接で落ちてるだろうから、自分がどこに合ってるか気にせず全部受けて受かったところに行くぐらいでいい気もしますよね。確かにそうですね、うん、うまくまとめたんです今日はそんな感じで。株式会社そらジモでは、柴君みたいに出版社に行きたいと思っている学生のインターンを大募集してますと。なのでぜひ皆さん応募お待ちしてます。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんご視聴ありがとうございます。漫画編集者などエンタメ業界志望の皆さん、漫画編集者インターンにチャレンジしませんか。アシスタントなどではなく、一つの作品の責任者として企画作り、チーム集め、打ち合わせ、制作進行など漫画編集者に必要な経験を積むことができます。現役インターン生のインタビュー記事もぜひ読んでみてください。インターンの申し込みは概要欄から。